はいどうもーイワッチ TV でーすクッピーでーすはい、佐々木でーす多少でーすよろしくお願いしますお願いしますはい、というわけでトイレから始まりちゃんと上げて閉めないとね閉めてくださいじゃあ今日はですね、はい、土曜日なんですね休日になりまして、うん、まあ釣り場がちょっと混んでるということで、うんうん料理編を、撮りたいと思いますやったはい、というわけでですね、うん、私たち、まあ料理編今からやるんですけど、うんお二人まだ今日何を作るかご存知ないですよね、うんうんうん、聞いてないよ私知らせてないんですけど、うん、ではじゃあ早速料理の方を発表していきたいと思います、はいはいはい、よろしくお願いしますじゃあたわひさんじゃあこちらにこちらにね、今回のメイン食材が入っておりますので冷蔵庫から、はい、なんだ今回の食材はこちらですうわはい湯蒸しですねはい前ガチ引きしてこちらを、使って料理していきたいと思います出た下手者きた、はい、やっぱりね最近池くんのね、うん活躍が目覚ましくて、うん、私もねちょっと料理で、うん頑張りたいと思いまして、はいはいはい、下手者私は、料理していきたいと思いますはい、はい、じゃあやっていきますかじゃあ湯蒸しを食うぞいくぞ何やねんタヒこれやばいよこれ何やばいって見てうわちょちょ気持ち悪いやば太くねめっちゃ太いねこれねこいつこいつやばいよねなんかうわやばうわ気持ち悪い食感がやばいよこれうわうわうわうるさいなもううわうわはいじゃあ今日は湯蒸しの何を作るんでしょうか、はい、今日はですねはい湯蒸しの、ニラ炒めでございますニラ炒めもう見た目がなんかレバーっぽいんでいやなんかそんなことないニラと一緒に炒めたらなんか美味しくなるかなとレバニラみたいなレバニラみたくしたいと思いますあとですね、はい、まあ6匹いますんで、うんうん、まあ1匹はねちょっと生で、うん食べようかなと嘘でしょ、ね、でしょはいまあちょっと湯蒸しの刺身っていうのもねなんか食べられるっていう、サイトで、発見しましたんで始まったよ私たちもちょっとねなんで私たちタチをつけたのか俺か、はい、そうだねじゃあとりあえずじゃあ料理していきましょうはいお願いします、うん、じゃあクッピーさん、はい、まず下処理をしていくんですねまずねこの包丁じゃなくて、うん、なんかキッチンバサミで下処理内臓を取っていきますうわでこのなんかこのねなんか何これ突起物のところを、うんチョキって切るんですねうわーなんか出たこれ大丈夫ですかこれが内臓でございますうわなんかでとりあえずこれをねうわ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 むにゅーっとねうわーうわ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 すごいですねこれを取りますうわ気持ち悪っこれ内臓だけ取っちゃえばあとはとりあえず、うん、うん、食べられるということなんで本当に、はい、結構下処理的にはやっぱ簡単だね、まあ、簡単だねパパッと終わっちゃうかもしれないじゃあとりあえず匂いをね、うん、さっきターヒ君はね、うん普通に匂いはしないって言ってたんですけど、まあ、内臓を切った時のあ匂いしないえ本当にうん若干ちょっとなんかちょっと水槽の匂いするけどおあうんうんね、これうおーっていう感じの匂いはしないですね、うん、あ、そうなんだ匂い的には何のあれもない、うん、いけそうな感じいけそうな感じおーうわあ、やばい磯目の匂いする臭いんかいうわちょっと臭いな内臓はねまあ内臓はねうわそのなんかビヨンビヨンになってる気持ち悪いああ、まだ生きてるからねこれねうわ気持ち悪い磯目は3回ぐらい食ってね、うん、あ、そうだわもう調理法もこうすれば美味しくなるかなって若干分かったけど、うん、湯蒸しは初めてなんでそうだちょっと、うん、怖いっすねどんな感じか分かんないもんねはいはいというわけではいうわ小さくなっちゃったねだいぶねはいじゃあ湯蒸しの下処理これでとりあえず終わりました、はい、じゃあこっからねうんまあ一匹は生食用、うん、はいはいはいで残りをニラとともに炒めていきたいと思います、はいはい、お願いしますはいおお、タイさんやってますねはい、というわけでタイ君にねまずじゃあ、ニラを切ってもらいましてもうただね、ニラを切るだけですからあとは、フライパンにニラと湯蒸しをぶち込むだけ、うん、あと調味料かけて、まあ、もう完成ですなんて簡単なんでしょう素晴らしい、誰でも作れるね誰でも作れるこれが本当にもし、うん、美味しかったらねえ皆さん
やりましょうね。やらないっていう。湯蒸しね、うん、あのなんと、はい、高級食材なんですよ。釣り具屋さんで今日買ってきたんですけど、はいはいはい、なんと1匹値段が150円です。1匹、はい、なんで6匹なんで900円ですね。やば、これ900円分の湯蒸しです。なんで味わって食べてください皆さん。高えよマジで。そんなするんだ。そう、はい、お完了しました。素晴らしいね、手際がいいね。本当だよ。じゃあこのまま大福に作ってもらおうかな。そうだね、たまにはね。じゃあ油敷いてオリーブオイル、はい、いきます。はい、はい、オリーブオイルまず敷きます。おーい、油敷きすぎやないかこれ。お前さては料理をしたことがないな、お前。やっぱ中華料理だからね、まだね、油多くて。油が少し熱した後に、はい、うん、ニラを投入してください。失礼しました。もういいですか。はい、じゃあいいですよ、はい、お、はい、じゃあニラをまず入れまして、じゃあ少しね軽く炒めてください。おー、いいね、はい、じゃあ少しお酒をね。おお、おお、そこにね、はい、じゃあ湯蒸しちゃんを来ましたね。行きますよ、お願いします。えーい、うわ、行った。えーい、一匹残してよ。よいしょ、一匹残してよ。じゃあ炒めてもらって、まあね、下味をシンプルに塩コショウで。あー、いいね、間違いないね、はい、こんなもんかな。どんな炒め方で。なんだそれ、たこ焼きか、ドラムかお前。なんかまっすぐだったない、伸びてきてる。確かにトッポギみたいな、韓国料理っぽいね。確かに確かに、うんうんうん、こんなもんでいいんじゃないですか、大輝くん。おー、さっくり、はい、全然箸を使いなさい。箸を、はい、できました。できました。あ、いい匂い。なんか、なんかね、料理っぽくはあるね。そんな、うん、下手物感はないですね。そこまでないね、うん、驚くことはないかな。ね、オリーブオイル炒めだね。確かに。まずこれがじゃあどういう味がするのか。そうだね、はい、完成でございます。素晴らしい、はい、よー、はい、というわけであっという間にですね、湯蒸し料理が完成しました。はい、こちらでございます。じゃーん、はい、こちらが湯蒸しとニラの炒め物でございます、ね、はい、でこちらがこんな大きな皿にね、ちょこんと湯蒸しのお刺身、はい、もうへその緒みたいになってるね、これね。ひどいね、ちょっとね。じゃあこれを2人でね、うん、食べていきましょう。たひくん頑張ろうね、はい、はい、じゃあまずたひくんから。はいはいはい、はい、じゃあこちらから ね、じゃあ炒め物から、はい、届きます。はい、おいった。さあどうでしょう。うん、なんかね、うん、あれあれ、あんまりね、ボリュームがないですね。ボリュームがない、うん、もう結構もう何のあれもない。食感的にはあんまりなんかこうなんていうの、ゴム、そうだね、俺もっとなんかプリプリしてるかと思って。あ、はいはいはい、うん、いけますね。うまい、うまいっていうか、うん、食えなくはない、うん、食えなくはないレベルです。はいはいはい、はい、ね、いけるいける、いける、うん、じゃあ俺、じゃあニラちょっとなしでいくわ。さすがだね、はい、じゃあこれピンでね、はい、湯蒸しピンでいきます。はい、これ2ついきます。じゃあおいただきます。うん、あ、これうまいよ。全然これね、うん、普通一般人でいけるレベル、すごいね、うん、コリコリしてる、コリコリ食感のホルモンみたいな、うん、あー、やっぱりホルモンみたいな感じなんだ、うん、これね、うん、あの焼肉屋さんで嘘だよ、どうぞっつって出されて、うん、なんだこれっつって、やとりあえず焼いて食っても、うんうん、まあ、ホルモンかって嘘なるかもしれんな、たぶんな、うん、いけるね、これいけるいける、うん、だったら俺ホルモン食べてるね。いや、そりゃそうだ。あ、でも若干はいはいはい、少し生臭いですね。あ、さすがに、うん、磯目と同じ匂いします、少し。あー、なるほどね、うん、じゃあ、炒め物の方はもう成功っすね。そうっすね、もう普通に食えちゃうんですよ。おー、いっちゃうんですよ、最近、うん、うんうんうん、これ、絵がひどいよ、これこのキッチンバサミでね、半分こしまして、はい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 、さあ、いただきましょう。はいはい、人間的な味がないどういう例えですか。じゃあね、うん、いただきますよ。はい、うわー、いや、さすがに生…うお、早い。
あ、美味しい。嘘だ。あ、すげえ。何？炒めない方がコリコリしてるよ。美味しい。あ、え、炒めない方がコリコリしてて美味しい。炒めない方がうまいよこれ。嘘。マジで？うん、生でいきます。はい。すげえコリコリいってる。はあ、生の炒めない方が、うん、ちょっと食感としては美味しい、うん、しかもちょっと塩気があるから。嘘。あれなんだよこれ、もうちょっと買ってくれば分かったな。美味しいんかい。普通に美味しいね。あ、酒飲みの人は、うん、あ、おつまみに、つまみに。嘘だろ。いいかもしれない。いや、これは意外でしたね。はい、じゃあもう大成功ということで、はい、皆さんもよろしければね、150円1匹だけでもいいから、うん、お試くださいってね、釣り具屋さんにちょっとね、はい、行ってちょっと食べてみてください。はい、ではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、チャンネル登録。ごめん。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。